Japan. Round one, fight! Round 1, fight!
Oh!
fight! Round 3, fight!
Thank you.
one fight! Round 1, fight!
Let's go!
Two, fight! Two!
Oh,
Tyson wins! Fire! 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 Two!
fight! Three, fire! Three, five, one, five.
疲れ様です。ロテープです。じゃあちょっと遅くなりましたが第118回式の細道始めていきたいと思います。マンピー側の茶色い竜がミッチーさんの竜ですね。でツッピー側なんと黄色いブランカ、今日は関西から来てくれました KKY ブランカです。外見通って2段からさあ見てから3段きっちりと、1ラウンド目取ったのは KKY。 さあ踏み込みにダイヤシール、なんで裏回りから元に戻る。さあブランカーが逆に取りかごをしているという。最後は見てからの飛びが通って KKY さん一緒ですね。乱入したのがエキスパーさん。さあエキスパーさん割と下がっていきたい感じだ。さあに詰めては後ろに下がる、ね、ブランカの扉見てから間に合う距離では波動も打てないので、さあ神経使っていく、距離を取ってバーチャル密着、さあ跳ねついてダイヤシ竜巻に、そうですね、あ山本さんです、お疲れ様です、ありがとうございます。でもあれですか、いつかの大活躍中ですか。はい、なんとですね今日、いやまだ2試合目で、まだ、はい、あのブランカの方もしかすると、そうですね、あの有名な、あの有名な関西からの試合、あー2、3個中ですね、はい、すごいですね。さあ昇竜拳、さあ昇竜拳2回目、クラッシングを重ねて、さあ距離を取っていく、バックジャンプ、おっと前ジャンプ投げ、中ロスをしっかりガード、さあローリングで詰めていく、シンク、あとグランドシンク、グランドなシープでしたね。あーどうもこんばんは。あれ今日はいろんな方が来られてますね。やっぱりね、運動量の気温がだいぶ上がりました。暖かいですよね。今日は、さっき話してたんですけど、リオンさんとクーさん、はい、ですね、今日は花火とか、はい、なんか歓迎会とかそういうのがどうなんあちこちであるんじゃないかな。花火多分持ちますか最後どうだったら、で、なんかいかにもって感じですね。はい、これはかなりちょっと厳しいと言われてますね。ブランカ側の対空精度がある程度以上しっかりしてるとオープンは結構しんどい。今日は中央の飛んできていただきました。そうですね。さあはい、そうですね、ブランカー側がバックステップとローリングという逃げ方があってですね、なかなか最後まで跳ね殺すのも難しい、差し合いもあんまり良くないし、飛んでも結構落とされる。さあ、あの中盤が強い、とにかく頑張るのが皆さんですよね。そうですね、あー、ごめんなさい。さあ、強い強い、さあ、きっちり3段入っている。敵は3連勝ですね。できるプレイヤーさんですね、このブランカの。さあ続いては、あ、トルテルさん、自ら入っていただいて、香港
はい、さあ、なぜかガイル逆かぶせってやつですね。さあしかし、どうなんだガイル、だいぶ悲鳴が出ているが、さあやっぱり画面の準備は厳しいと思われますね、ガイルが頑張っても頑張ってもってる、はい、やっぱりこのゲーム全体的に言えることなんですけど、横押しですよね。横押し、横押しなんで、やっぱりガイルが頑張って押していくしかないという小物道カードですね。さあ続いてどうじゃん、あーじゃあまだ、萩原さん、萩原さん、あ初参加ですかね。ありがとうございます。今日もね、初参加の方、さあ、沖原さんは沖原さんですか、沖原さんですね。ザギこれも厳しいと思われるが、まあ話同士頑張って画面を押し合う。ちょっと決定弾糸口が見つからない。 AKY さんのグランドは結構辛いんですよ、はい、結構あれですよね、はい、対応します。いや、おぉ、あら、あら、意外って感じがありますね。さあ、スクリュー入りました。1回目、あのディッシュバスターが、さあ、あれが安全決議、これはもう、厳しいところではない、中間対空、完全に削れます。さあ、ブランカの経験屋さんが勝利、続いて、ロードさん、ロードさんも大丈夫か、ブランカ戦経験はあるのか、アイガーデータなし、あれなんですよね、あんまりブランカの方がおられない、おられない、メインブランカの方はおられないですよね。さあ、着地をしっかりしていくと、ちょっとやっぱアパカなんで、台風で押していくが、
香港ビンキャラ出るチャンスありますかね。はい、エントリーしてますか。入っていくのは金子がいる。2キャラ目も倍損なんで、はい、なんか倍損の方が強い説とかもあるんで、結構その辺はちょっとわからない。そうですねとか言ってなかなかやばいですよ。いやいや、なんかデビューさんは2キャラもちゃんとしっかりしてて、そうなんです。冷たい立ち回りするなって。いや、ダルシックも十分冷たい立ち回りよ。これは金子さんのガイルがやっぱりこの前のあれがやりたかった。はい、そうね、俗に言うあれですね、グッチとやっていくからよってことですね。そうですね。さあ今僕はあそこでサマー出して使ってたんですが、立ち中継でちゃんと対空していく。さあスタブ、そうスタブ、そうあれが大事、忘れてた。もっとケーキアイさんからしっかりしてるというお言葆が、先ほどのガイルとは大違い。はい、サブキャラはまあそうですね。さあどうする。さあさあで切っていく。ここで、ケーキ屋さんをストップということで、ラウンド1勝利。はい、立川で河村さん、はい、河村さんね、あるしね、河村さんに芸人が復活というね、情報に伺っております。勝っていく、勝っていく、もうよくしてたね、河村の河村店長が控えたのか、はい、今ね、バトルクラッシュに行きましょう。だから宣伝タイムを設けて、そうですね、ゲーセンのこのつながりも大事ですからね。近いですからね、意外と。意外と、はい、でも来てくれてるんでね。あと立場で対戦会してる頃は自分もちょっと顔を出したりもした。武蔵野戦だからと東上戦になって、武蔵野戦になって、中央戦になればもうすぐですよ。あっという間ですよね。乗り換えが2回ぐらいあるけど、これが今2ガイルで5ガイルに残っている。先の処理がやっぱりね上手ですね。お上手。素晴らしく、ここまでは龍のセットプレイ。素晴らしい、セーブガードにしのいだ。サマー、あまり金子ガエルと右足、中足、ソニックを打っている。さあさあ続いてグッチさん。今ね、そこは金子がいる。
今の上り台系なんかもなかなかさあ投げていく。さあもうこうなるとあーっと飛んでいた。山中猫ガエル3連勝目、猫ガエル勝利で入っていくのが次がハクさん。ハクさんいますね。ラウンド1ファイト。続いて 2P 側ほぼ山本さんですね。山本さんはこのところほぼ山本さんはここのところはですね、チュンリーチュンリーで毎回参加されてますが、今日もチュンリーチュンリー。さあ開幕ゲームで転がして、投げられてめくりはしゃがんで食らっている。さあだがピオらなかったのは行幸。さあ水力少ないが戦列のガード。さあどうする、もう一回ため直すのか、はめ殺すのか。最後は中足。それでもあそこまで追い詰めてますからね。さあ画面に乗っているのはガイル。チュンリー側がじっくり行くとどうしても戦列の1回は溜まってしまう。さあ亀足、戦列使って中蹴りコパンで落としている。さあ体力が残り少ない。高めから投げて、さあ逃げそうな気もする。最後は相打ち。2ラウンドとも惜しいところまでは行ったんですが、勝ったのは金子がいる。いやー全然全然でしたね。さあ1周目最後のプレイヤー山本が死にましたと。1周目ですね。2周目、はい、ピッチーさんですね。2周目、これはちょっとさっき実際のバイソンが使い方を見本を見せてくれたような感じです。まだね、だからといって、おっとでかいナンバーがいった。4、6、6いきました。でかい。なぜかなぜか撃たれた金子さんの方が聞こえていた。さあゴチゴチで中足崩しから、あーっとトビエ様。
動きに無駄がない、全く持って動き無駄がない、何か意味のある動きをしている、必ず見ていてね、なんかお手本のようなプレーですよね。さあ、金子帰り勝利、入っていくのはエスパーさん。80年ぐらいはかかる予定なんで、はい。1000年は、1000年はチュンリーベガ。どっちも出てないですよ。ですね。さあ中国。さあ、スロットだな。クリム貴様。さすがに竜巻が長かった。体力的に見るといい勝負してます。次のラウンドに期待といったところ。エクスパーさん側が辛い。いやいや、ガエル側が。なるほど。動きを辛い動きをしているのかなって気がしているんですが、ガエルじゃないとわからないです。さあ、体力大幅のリードはエクスパー。上り蹴り。さあ、一発蹴りの最後、中足が当たる。エクスパーさん、竜巻多いんですが、あまりに竜巻認識を知っていると実は打ってこなかったりもする。さあ竜巻が当たる、ファイヤーシャドウ、さあまあ歩き切って、さあ竜巻の対処しっかりかな、最後は立ち台パン、ベガ。さあ、ベガガエル、またベガガエル。ガエル、ダイヤグラム。かなり揺れてますからね。ヨンヨンみたいなね。さっきやったんですけど、すごい難しかったです。自分ガイルでやったんですけど、技相性は結構ではいけてるっぽいですけどね。無敵対空と弾持ってるのはそうですね。ただ両方とも一応めくりが機能したりするので、これね、リープめくりがしている、さあ落としにくいベガの手もきっちり落としている。サイコー
ライブしている。ガンジが見られている。さあ、ここに待っていく。さあ、中足が長い。中足長すぎる。猫ガエル勝利の続いて、萩原さんね、萩原さん、2キャラ目はなんかありがとうございます。結構昔からやられてるような感じですかね、多分ね。2キャラ目のベガ、結構ね、この一発で使いね、いろんなプレイヤーが多く、さあ、またしてもメガガイル、めくりが決まってしまった。さあ、ちょっと気を切ってしまって、サンダーまだあるぞ。さあ、ベロロットからね。さあ、先ほど伺ったところによりますと、はい、あの、若菜曜日ママに遊びに来てくれてたらしいんですけど、あ、そうなんですね。今日はたまたま、なるほど、今回は勝てるんですけど、まあ、結構昔からやられてる感じですかね。とか見てると、まあ、あるんですね。思ってますよね。はい、この X がいろんな方いますよね、ほんと。ほんとそうですね。最近始めた方から、しばらくやってなかったから。最高。さあ、入る。3度目はね、殺していく。拾って、1ラウンド繰り返す。ラウンドで2連勝ですね。サイコー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 フラッグいない。ナイトメアもしっかりジャンプで回避。さあ、あるのか、投げられてホバー、ほっと後ろにいる。あ、最後ちょっと投げられた。風だったが危なかった。危なかったな、金子がいる。今だいぶあれですね、お互いに気まずい瞬間がありましたね。どっちどっちみたいな。いやー、惜しいとこまで来ました。さあ、続いてローズさん、ロードさん、イッサガですね。ロードさん代名詞、イッサガ、ロードイッサガ、タイガー、タイガーと来ておりますが、イッサガ、タイガー、雑になってませんか。いやいやいや、そんなことないですよ。タイガー、タイガー合ってると思いますよ。大体タイガーです。弾を打って相手を制圧してキャラなんですが、これはちょっと性能の差が出た後の隙がちっちゃいとはいえ、さあ
飛んでっけ。それは対空セーブがしっかりしていての話。さあ投げる。やはりエスキャラにはそうですね、どこかでちょっと通常投げもまずいかな。さあタイガー首を通す。ソバットソバットタイガー。さあ技目を叫ぶだけのゲーム。行くわけにもいかなくなってきたか。たったの花子がいる11連勝。卒業ありますかね。はい、さあ KKI さん、 KKI さんが2キャラ目11連勝で12連勝しちゃったけど11連勝でラウンド1はい、じゃあ単独1位ということで、ああごめんなさい、金子さんの回が11連勝単独1位。最後の KKI さんのボクサー、すいません、KKI さんの、バイソンが無効試合となりますと見逃したので、なので KKI さんのバイソンは金子ガイルに負けましたが、ボコられましたが、残念ながらもう一度チャンスがあります。はい、そうですね、今自分の勘違いで、そうですね、金子さん KKI さんに勝ったところから連勝スタートなので、全員一回り倒したので卒業と。はい、ただ今決勝進出なんでしたっけ。そうですね、まあ卒業が3人とかいない限りは、確か多分3人発生しないはずなので、そうだ、実質決勝進出ですね。もうほぼほぼそうです、タイプだけど確定ではない可能性があるんですけど、2周しかないので3人発生はしないはずなんですよ。そうですよね、はい、ただよくできるシステムですね。そうですね、ただなんかね、あのほら途中参加を認めたり、今みたいに数え間違えたりするとあるかもしれないけど、まあそこは一応、なるほど、はい、まともにやってればないはずなんで、さあで今画面は先ほどちょっと無駄に恥をかかされた KKI さんと川村さんですね、川村さんと、はい、川村さんと龍と、あれ、まあね、あの遠くから来ていただいたんで、少し多めに遊んでもらおうという主催者側の配慮みたいな。そういうのもありますよね。お互いね、お互いに仲間ですから。でもあれですね。いやー、ワイルで一回り全員倒すというのはなかなか。すごいですよ、相当。相手にもね、八川さんのように話みたいな。さあ、行かなかった。さあ、アントミ成功。
回置き攻めを拒否ったと思う。遅らしてる可能性もある。置き攻め一回拒否れるんで、そういう使い方もありますね。さあ勝ったのは激アダイソン一輪で、続いて入っていくのが、きっちり借りは返したぞと、ケーキ屋さんのダルシー、ダルバイソンが勝って入っていくのはグッチさんの竜。ガードバックにしあ、来ましたね。投げていく。これも、まあ、厳しいといえば厳しいんですが、リュウは一応転ばす選択がそこそこあるのと、転ばした後は置き攻めで、まあ、バイソンアントリ簡単なので、アントリから中段下段投げのタッカー選べたりする。さあグッチ流勝利。続いてタキさん。さあ今のところは2位はケーキアイソンのブランカハンド。1位は金沢の帰り、2位がブランカ。さあ赤いキャラ、キャラメイカー、ラウンド1ハイ、はい、2周目があるんですが、はい、そうですね。でなので、になりますね。もう一人のプレイヤーを止めた段階で金子さんが勝ち残れば、終了。ファイヤー波動拳、無理はしないで波動重ね。さあ頭の強弱使い分けて引っ掛ける。勝ったのはグッチ流。さあほぼ山本さんですね。ワンピー側の山本チンリー、ツーピー側グッチリュー。さあ頭打ってお互い目的はゲージを貯めること。さあ波動空中で踏む、上り中盤いい反応。さあスピニングで無理やり逃げるが、ファイヤー踏んで最後は歩き大昇竜。さあどうせバックジャンプでどっかでしのぐんだろうと待ってましたの大昇竜。足割れ波動、さあかなりゲージを貯めていく。さあ真空かなりヒットした。テンション、波動を合わせて天使王で暴れたが、最後昇竜拳。さあグッチ流どこまでいけるのか。これで決勝進出は、まあ、金子さん確定。今時点が KKY さんのブランカ6連勝、残りはグッチさんがどこまでいけるか。3勝ですね。はい、さあ門番となって立ちはだかれるのが金子ファイル。最初差し返しうまい。さあ竜で回せて固めていく。
死体がもはや体力がさあ、まさかワンチャンあるか、竜巻がダブルサマー、さあ大きい攻め当然、さあ今チンガシを釣りで入れたとこまでは良かったんですが、まさか知らないとはといった感じ。正面から投げて、ダヤシオリュウ、ダヤシカド、中盤ピヨンのかね、まだピヨリゲージが残っていた。ピヨリゲージあれですよね、確かタイマーがゼロになるまでは保持したまんまなはずなんで、さあ、菊さんが連勝中なんで3周目突入ということで、ビッチーさんね、おバイソン、さあ、はい、
か。はい。ここで同率2位が2人と6連勝同士の KKY さんと KKY さんブランカですねと、グッサンのリュウとさあじゃんけんして、KKY さんが1ピースピーがスピーがグッサンのリュウとさあ、1試合ですよね、これ無情なことに1試合勝負、一発勝負と準決勝は一発勝負さあ、いいゲームは一発とスロレブが無駄に頑張ったのでそうですねはいはい、わざと負けるのかと思いましたいやいや、そんなことしないですやっぱスト2に失礼なんでそうですねそうですあの人は裏切ってもスト2は裏切れないんでなるほどはいさあ、だがあっと、ピョッキーさあ、KKY さんの立ち回りもうそうですね、普通に喋れはいはいはい、普通のことしか言ってないんで、はい、さあ、ファイヤー踏んで第5スカサネから随分ダメを運んでさあ、砂のセンター当ててあっと、すごい画面見ましたよすごいな第5戦だけで2位で9位さあ三段バーイだったがさあここから取り返せるのか歩き昇龍バックジャンプ大経過大パンなら勝っていた気がするが勝ったのは KKY ブランカさあ決勝進出ですケイキャーさんが決勝進出ラウンド1ファイトさあ、決勝は、金子さんのガエルとケイキャーさんのブランカとなりまして金子さんの方が連勝数が多いのでコンパネを選べますと 1P を選択、ガエル対ブランカじゃあ先でよろしくお願いしますラウンド1ファイトちょっと早いそして前に邪魔なのもあるさあ第118回となりましたね四季の細道決勝おっと垂直ガイドブランカで垂直スクバイクねなかなか見ないですよねそうですね自分の知る限りだと宇野さんとかがやるんですけどあ、宇野さんもやられるんだ垂直ソバット対空がかなり使えるんですよねなるほどはいあと台足に飛びが入っているさあ飛べないなんだと思ったんですかさあこの場合この場合スープも打てるようにさあ取り返すこれ先ほどメイコンさんご本人も言ってたんですが中級者ぐらいまでは多分ブランカ圧倒的に有利ガイルはかなり難しいことを強いられるんですねそうですね
画面に球を置いた後に相手に卓を強いるところが強いところなんですが、スライディングがあるためにそれがあまり機能しない、はい、で上からも結構ブランがいけたりするので、ただ完全にさばけると、そうですね、この最後のちょっとの差が本当に難しい。さあ1試合目取ったのが KKY ブランカさあ、裏に回っていく、おっと気をつけて、あっという間、今ちょっとホワイトボードに KKY ブランカ1勝と吐きに行って帰ってきたらもう勝っていた。9秒でしたね、9秒はなかなか早い。さあ大パネル潰して噛みつき、スラップ、あれやっちゃうんですね。さあ空対空難しい。さあもう完全なる相打ち狙い。さあ2ラウンド取ってこのまま終わってしまうのか。さあ、さあ3試合目、これはストレートは避けたいところ。さあ獣道に向けて厳しい戦いをしてきた。おっとコンボビデオですね。さあ気取らない、その対空八王 K はスライディング用のバリア。さあスタブが当たって1ラウンド。さあ横では小物道の時のスパーリングパートナーだったグッチさん、はい、さあ4段12秒パターン。さあ表裏も厳しい。そしてローリングジャックで当てればソニックの振りもない。大ローリングとかもありますでしょうね。大ローリング大ソニック、おっとさあさあもう余生か。さあ勝ったのは KKY、おめでとうございます。じゃあ一言いただこうかな。おめでとうございます。おめでとうございます。セロテープさんのおかげで優勝できました、ありがとうございます。ありがとうございます。確かに言われてみればね、あそこでグッズさんがもう一勝してればそう、わからなかったですね。いろいろ運命がありましたね。一勝進出すらもなかった可能性がありますからね、KKY さん。まああれね、そうですね、なかったわけですよね。俺が負けてればグッズさん7勝で、そうですね、はい、グッズさんが勝ってしまったがために、勝ってしまったために、そうですね、決勝進出と、全ては俺の手のひらの上だったと。そうですね、はい、今日意外と分かんないこといろいろありましたね。そうですね、また予想外の展開みたいな、はい、楽しい一日でしたよね。なんか不思議な締めくくりですか。そうですね、はい、締めたいわけじゃなくて、はい、今日なんか今日不思議なくなんか斬新な感じだなと思って、いろいろ今日の式の音もいろいろとありました、いろいろあったが、はい、あったのは KKY さんのブランカ、なんとバイソンではなくブランカだった。そうですね、僕も予想外。そうですね、この時代はガイル大好き、モリモリやってますが、やる気ねえが、ね、なんかこっちあります？川村さんの立川の話を聞きたかったんですけど、川村さん5試合してますね、試合してますね、はい、あれらしいですよ、立川 の、 その閉店したオスロー5の、はい、今度店長っていうか、はい、独立されて、おー、あら、何ゲームするか、はいはいはい、でしたとかするとかしたとかするとかしないとか、しないはおかしくないですか。いやいや、ごめんなさい、したとかするとか、ね、したとかするとかどっちか、ちょっとごめんなさい、そこまで僕もはっきりあれなんですけど、地元立川でやりたいと。じゃあちょっと難民になって立川勢も、そうですね、黄色泣きがあるということなので、はい、すごい話だなと思って、この新人新坂さん
回ですよね、出てもまあ、じゃないと店舗数あります、はい、もうその中でね、それの中でザリガニとか多くしてますよね、はいはいはい、あ、いやでも圧倒的にやっぱり圧倒的にあれらしいですよ、閉店数の方も、まあそうでしょうね、あの有名店もみたいな、はい、まあまあ、この有名店もそうですね、秋葉原の牛丼の3本も閉まってましたしね、あれはあまり関係ない、あれは今日だけらしいですね、今日早島屋の閉店しますから、あ、そうだったの、僕も早そうですよ、びっくりしました、あの3本がと、お皿、卵をね、行きたいなと最後に、はい、締めは思ってた、まだ行けるみたいな、閉店しますって人騒ぎですね、はいはい、びっくりしました、インディーズ牛丼のね、草分け的な店です、そうですね、割と主体付けとかね、やっぱりなんかちょっとこれが上がってきましたね、それね、古き良き歴史はね、はい、可能な限りやっぱ大事にしていきたいと思います、なるほど、疎通も、あ、本当だ、告知というほどのあれでもないんですが、まあ、あるというか、そうそうです、この間、ストベスをやったジャイアンさんが、ちょっと味を占めて、味を占めてというか、いえいえいえ、まあ、割と盛り上がったので、この日を消したくないということで、ただ、規模の大会を想定的に開くわけにもなかなかいかないじゃないですか、なんですが、やりたい人もいっぱいいるし、なんか新規さんも結構来てくれたので、そういう方向けに。オンラインで、オンラインで毎週月曜日にやるというね、やろうと、お家でも参加できますけど、そうですね、あれでもネット対だから、ネット対戦だから、はい、基本的にはタイトルはだからターボなんですね、スーパーターボですね、海外版ってことになるんで、ちょっとザンギスがかわいそうかなぐらい、そういうことですね、まあ内容そこまで大きく違わないので、はいはい、スピードとかってどうなんでしたっけ、やった感じ、今、まあそんなに変わらないかなというか、あ、なるほど、 X の3速と同じぐらい、感覚的にはそんなに変わらないですね、あ、なるほど、ただちょっとネット対戦だとラグとかがね、もちろん通信回線のラグとかありますけど、はい、まあ、その呼び出る層がそこまで、そのどちらかというとやっぱり初中級者に、はい、参加していただきたい、参加してもらえて、ジャイアンさんもそれに対してもいろいろアドバイス的なものをしたりしなかったり、あれなんでしたっけ、プレステ4オンリー、 PS4 ですね、あれクロスマッチできないので PS4 の人しか参加できない、なるほど、プラットフォームはそうです、 PS4 だけですね、 PS1 版とかスティーム版とは一緒にできないので、なるほどですね、はい、ちょっとそこのところね、カプコンさんもうちょっと頑張ってほしいなっていう選択肢も、はい、まあ、ぜひだけの思いもありますが、はい、というわけで、はい、来週月曜日にありますので、はい、まあ、今日は枠がまだ余っていた気もするので今からでも、あ、なるほど、エントリーできるという、16人までエントリーできて、まだ16人はいなかったと思うんですよ、プレステ4を持っててインターネットを、そうですね、まあ、まだ今から買いに行くっていう手もありますし、あ、そうですよね、で、アニコレ、ね、ストリートファイターユニバーサルコレクション持っててって方はエントリーしていただければという、でスイッチさんで配信もするので、はい、まあ、見るだけでも、あ、なるほど、はい、配信もある、配信もされます、で観戦点もありってことね、見てから気になってから後から参加でもいいですし、なるほどですね、まずはね、はい、じゃない方はその配信とか見て、そうですね、状況を確認するぐらいで見学も、だから優勝するとなんかいいものがもらえるみたいなこと、はい、そうなんですか、はい、そんなのまで用意していただける、いいかどうかわかんないです、ちょっとまだ言ってなかったかな、いいものがもらえるぐらいなんか言ってもいいんじゃないかな、マジっすか、はい、あれですか、ジャイアンさんの生歌とか、まあ、なかなか、はい、あ、そういったところですね、リサイタルなんで、はい、公演で開かれるとかね、あるかもしれません、ですかね、でその後はまあゴールデンウィークですよね、はい、まだ正式発表して、そちらもまだなかった気がしますが、はい、毎年のやつが、そうですね、ここデイトナ式であるかもしれない、あるかもしれない、前夜祭と、いや、あるって書いてました、もう書いてました、うん、デイトナ式って書いてました、それ年間スケジュールでもう載ってました、よかったよかった、はい、はい、まだ詳細スケジュールはちょっとわからないんで、まあ、それは月末ぐらいなんで、はい、そうですね、前夜祭の方は毎週月曜と言ってますので、はい、はい、じゃあこんなところですかね、そんなところですかね、はい、本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。したはい、山本でした。お疲れ様でした。
I should win. Round two, fight. Psycho! 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 Psycho!
Cyclone! 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 Cyclone!
Psycho! Psycho!